やっぱ飛び込んでいかなあかんねんな。いやー、最近バタバタしてるんですけど、なんつうんでしょうね、トリッキーな出来事なんかあんまないなーと思いながら トリッキーな出来事ないっすね。なんかもっと多分飛び込んでいかないと。最近トリッキーな出来事、なんかこの前実家帰った時に、俺妹がいるんですけど、妹に甥っ子と姪っ子がいてて、そいつらと飯食った時に、なんか俺が東京でそのギターを弾いてるっていうのを言ったりはしてるんですけど、なんか覚えてんのか覚えてないのか、そんなにめちゃくちゃ頻繁に会うわけじゃないんで、なんかその流れとか、そのなんか俺東京で何してるか知ってんのかみたいなって、向こうがギターって聞いてきたんで、そうギター頑張ってんでって言ったら、なんかもうそこそこいい年齢っていうか、小学校5、6年とかなんで、まあ普通になんかこうスマホなんか持ってたんですけど、それでなんか YouTube の流れになって、 YouTube やってるみたいになって で、やってるって、まあそれ過去に言ったことあるんですけど、なんか忘れてるのがよく分からんですけど、やってるやってるっつって、俺の名前で検索したら出るわっつって、動画出て見てたら、甥っ子かな なんか ダサーっつってて 俺の 動画のサムネ見て、ダサーって言ってて いや、それはね、俺すごいその時でも思ったのは、いや、それはね、まあ、戦略っていうのもあんねんぞ、みたいな。いや、まあ、そんな深い戦略はないですけど、まあ、俺は別にその、かっこよさを売ってるやつでもないし まあ、なんかその、なんつうんでしょうね。そんな全部言うのおかしいですけど、まあ、面白キャラの部分もありながら、やってると。サムネとかにかっこよさはまずないし、でもまあもしかしたらその YouTube とか見てるんですかね、甥っ子姪っ子とかは。だからそのイメージで俺のやつを見たらダサかったんですかね、かっこよさを求めてるわけじゃなかったのかな、なんかわかんないですけど すげえこそこそ話みたいな感じでダサいなっつってて 俺それがなんかおもろくて。東京で頑張ってるおじさんがわざわざ大阪に来てですよ。飯食いに行こう言うてる道中に、そのなんか YouTube 見せたらダサいって言われるって どういうことやねんみたいな まあ小さいからそういう変な気遣いはないんでしょうけど、そういうの言われましたね。まあね、そんな身内の、なんていうんですかね、ディスりも乗り越え今生きてますけど、次のライブが決まりました。4月22日土曜日、新宿でやります。バンドライブです。3人で、ちょっとなんかゲストを誰呼ぶか、もしかしたら3人でやるかもしれないし、ちょっと開けてみないと分かんない、お楽しみ感覚でやりますけども、まあもうチケット予約をね、しますので、ぜひ来ていただけば。毎回結構ね、前回確かもね、いい感じにたくさん来ていただきましてですね、我々も嬉しい限りでございますけども、今回もガンガン予約していただいて、バンバン来ていただければ、もう我々も、恵比寿顔で連想できると思いますんで、まあね、ちょっとずつ成長していきたいと思ってますんで、甥っ子姪っ子にもね、いつかかっこいいおじさんだと言われるようにね、したいと思います。すごいっすよね、子供っておもろいっすよね。普通に思ったこと言うてきますからね。多少でもやっぱあるのかな、まあ気使う部分はあるんでしょうね。まあでもそれが逆にいいアドバイスっていうか、アドバイスなんかわかんないですけど、
まあそんな感じでね、4月22日よろしくお願いします。